皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室のコンセプトの作り方、ニッチ&ニーズがあるもの3つの探し方ということでお伝えしていきたいと思います。今日のですねこの内容のきっかけは実は私の本のね読者さんからのご質問を、いい質問だなと思って、これをじゃあちょっと YouTube に取り上げようと思いまして、それでテーマを作ってみたっていう感じなので、そちらをね今日お話をしていきたいと思います。あとちなみにですね、今回のご質問多分この本を読んだ読者さんだと思うんですけれども、内容ねちょっと読み上げますね。たかこさんはじめまして。著書を拝読し LINE に登録させていただきました。こちらに LINE のこともねご相談落ちますよって載ってますからね。で、私も会社員だったところからお教室を始めましたということでね、はい、私と境遇が一緒の方になっております。一つご質問がありメッセージをさせていただきました。お教室のコンセプトがニッチでありつつも一定のニーズがあるかどうかをどのようにリサーチしたらいいのでしょうか。競合のリサーチはしやすいのですが顧客のニーズを知ることが難しいですというご質問ですね。はい、ありがとうございました。結論から言うとですね、ニーズ探すのって結構難しいんですよ。で、この本の、1冊目の本になるんですけどね、しっかり稼げるって言って、実は余談なんですけど、この本が1冊目で、こちらの本が2冊目ですね。こっちはどっちかというと教室の基礎作りの一番最初の大事なところと、あと、こちらの方が制約ですね。実際にその 体験とか来て制約をどう決めていくかっていうところを中心に書いてあるので、この2冊はバイブルとしてセットなんですよ。で、3冊目がちょうどコロナでオンラインが結構大事だよねってなったんで、これを慌てて書いたのが、成果出てる方の例をもとに書いたのがこのオンラインの本で、で皆さんが一生懸命頑張ってると時間がないっていう人が多くなったんで、感情時間術っていう時間の使い方の本を書いたっていう、そういう流れの中の、1冊目がこちらの本なわけですよ。で、多分ご質問の方はですね、この、42ページをおそらく読んでいただいて、コンセプト大事でっていうことで、書いてあって、43ページのところにですね、ただし一点注意しなくてはいけないのが、小さな市場であるとはいえある一定数の要望がある分野でないと全く反応されないということもある点です。そのためには事前のリサーチが必要ですっていう、正しいことは書いてるんですけど、その細かい掘り下げたことを書くにはこのページの中では収まらないので、リサーチ必要ですって言ったから多分リサーチにね困ったので、ご連絡いただけたんだと思いますけどね。はい、いいご質問だったんで、今日のテーマとしてお答えしていきたいと思うというのが、今回の、背景になります。はい、それではですね、ごめんなさい、大きい音出ちゃった。それではですね、実際に答えを言っていきたいと思います。まずですね、教室のコンセプトを作っていくときに、ニッチでかつニーズがあるものを、探し方ポイント3ついっぱいあるんですけど、とりあえず重要そうなの3つお伝えしたいと思います。まず1つ目が、ニッチであるっていうことはどうやって探していったらいいのかっていう1つ目ですね。で、あと2つ目、同業他社を、見る時の調べ方ですね。で、3つ目、ニーズとウォンツの違いを知って調査をするっていう、この3点に要約されるので、こちらの方をちょっとお伝えしていきたいと思います。まずですね、1つ目、ニッチであるっていう、そもそもニッチっていう言葉は何ですかっていう言葉なんですけど、ニッチっていう、言葉ご存知の方は知ってると思うんですけど、これもともとはですね、建物とかにくぼみとかを作って、そこをのなんか空間のことをニッチって言ってたんですよね。私もインテリアコーディネーターやっていたので、例えば玄関脇にちょっとくぼみを作るような形で少しダウンライトを入れたりすると、花瓶飾ったり絵を、花瓶というかお花飾ったり絵を飾ったりするような空間とかをやることができるので、ニッチってもともとそういうところなんですよね。言葉としてはですよ。マーケティング的にはちょっと少なめな感じのところですね。要はある特定な
小さな領域だから、その壁のねところちょっとくばませるっていうのに似てて、特定広い全体市場じゃなく特定なところの小さな市場を、まあ、ニッチっていう言葉をねよく使ったりとかしています。じゃあその小さな市場ってどういう感じよっていう話なんですけど、あの初心者の頃はですね、まず Google の検索とかをね一つ、基準値にするとまあ分かりやすいかなと思うんですけど、例えば私パン教室やっていたのでパン教室とかを実際に Google にねあの入れてみると、例えば、そうですね、だいたい教室探す時って皆さんオンラインで行きたい場合以外はですね、あの業種業態と地域名で大体探す方多いんですよ。まあ当たり前ですよね、そのまま行きたかったら近いから。でオンラインだと多分オンラインという探し方に多分なるかなと思うんですけど、とりあえずパン教室横浜とかね、あとはまあもっと私の家に近いところとかだと綱島とか入れるかもしれませんけど、まあパン教室横浜。そうすると実は Google って字を入れた瞬間にこういうものをよく引く人多いですよっていう候補、サジェスト候補って出てくるんですよ。今見たらパン教室横浜親子、パン教室横浜安い、パン教室横浜子連れとかね、あこの辺りニーズあるんだなってまずこの段階ですぐ分かるんですけど、はい。でこれを引くとですね、一応あの Google の検索って上の方ってお金を払って広告を出したい方が買ってる広告枠っていうのが出てくるんですけれども、まあ大体企業さんがやってること多いですね。だってお金持ってますから、企業さん個人の方で広告出す方ってまあいらっしゃいますけれども、まあまあお金かかるんで、はい、あのなかなか難しいんですけど、でこのパン教室横浜って調べると何件出てくるのかって一番上のところにね書いてあるんですけど、610万件出てくるんですよ。あの検索の基本のルール分かっていただけると分かると思うんですけど、何ページまで皆さん探した時見ます？私1ページかせいぜい2ページなんですよ。で1ページ目にいいとこなかったら3ページ目ぐらいまで見るんですけど、1ページあたりだいたい10個ぐらいなんですよ載ってるのが。でまあ広告が一番上だからやっぱ目立ちますよね。あと下の方にも広告とかがあるんですけれども、で610というとほぼ埋もれる感じになります。よっぽど強いページでない限りは。ちなみに私の教室が、今こちらをねお伝えしている現在で、パン教室を辞めてから多分6年7年近くになりますけれども、まだ1ページに私の教室乗っかってます。更新してないですよほとんど。その時にすごいしっかりページを作ったっていうこともあって、何番目だろう、自然検索上で1、2、3、4、5、6、7番目、8番目くらいか。あの一時期は必ず3位以内にはいたんですけどね、だいぶ落ちてきたなっていう印象ありますけど、7年放置してそこにいるっていうのはすごいことだと思います。で大体そうすると1ページ目っていうのはまあかなり難しいんですよ。だからあの教室横浜で習いたいって言ってる人がおそらく引くときにそんだけのものを見てしまうから、その中で自分選ばれるのって大変になるじゃないですか。でじゃあ次に私は天然酵母とかもやっていたので、例えば、横浜パン教室、横パン教室天然酵母横浜、この辺りで引くと37万4千件、まあまあいい感じですね。まあまあいい感じ、600件よりはまあ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 絞られてくるんで、さっきと何が違うんですかって言ったら天然酵母っていうのが入ってきます。はい、そうすると天然酵母習いたい、パン教室に行きたい、横浜あたりで探してるっていう人が、まあ、来るよっていうところがありますよね。で次にじゃあさらに私新田こねきですね、こねき機械ごねっていう言葉でやられたり、新田っていう言葉でやられる、そこまで入れるとどうなるかっていう話なんですけど、コネキってやろうかな、コネキ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 でも36万件ありますね。まあまああれなのか、コネキ、じゃあニーダーって言葉で入れてみましょう。こねる機械のことニーダーって言うんですけど、ニーダー 58,000
58,100件、いきなりドッと減りますよね。なので今ので何をしたかっていうと、だいたい20万件から30万件ぐらいはある広すぎない感じのいい市場を見つけようっていうところなんで、私の場合ではコネキレベルは OK なんだけど、ニーダーって入れてしまうと探す人がそもそもいないから、そのキーワードで埋め込んでもいいんだけれども、ページには埋め込んでもいいんだけれども、使う言葉だったらコネキの方がいいっていうことになります。でもうちょっと広めの市場を取っていきたいんだったら、天然工房ぐらいは入れるけれども、パン教室横浜っていうところで目立っていこうとするのは非常に難しいっていう、そのあたりですね。でじゃあニッチすぎたらいけないっていうところのせめぎ合いどれぐらいなのかっていうのは、まずはキーワード的には20万件から30万件ぐらいの言葉としてヒットするような領域は、まあ、キーワードとして押さえておく必要があるということと、あと、まあ、10万件ぐらいとかだとかなりニッチにはなってくるんですけど、もちろん皆さんが欲しい人間の量っていうのはそんなにいっぱいいるわけではないので、それぞれのニッチな言葉でページの一番上とかで探される状態を取っておくっていうのが、まあ、自然検索としてはとてもいいような状態にはなってきます。だから具体的な指標はそういうことになります。なのでこれ結構地味なまあ検索のねやり方ではあるんですけれども、あとはその検索するときにサジェッションキーワードって言って候補に上がってくるのも狙い目だし、一番下のところに書いてある、例えば今、パン教室天然工房横浜ニーダーってやると、他のキーワードとかがニーダー天然工房、星野天然工房パン教室東京、星野天然工房パン通信講座とか、まあまあいろいろ出てくるんですよ。でなんで星野天然工房がニーダーってやると出てくると思います？多分なんですけど、あの属性っていうのを考えるときに、手ごねなのかニーダーなのかっていう、コネキなのかっていう、パンを習いたい人の需要を考えた時に、あの手ごねって割と初心者なんですよ、うん、あのとりあえずやってみたい、機械買うお金もったいないし、で置いとく場所もないしっていう方が大体手ごねなんですよ。でニーダーを使う方って割と中上級以上でもう手ごねいいし、あの生地触って幸せとかそういう時代は終わったしっていうか、まあ、そこはもういいから、成形とか本当に美味しいパンっていうふうになると、日常使いでしょっちゅうこねる人とかがパン作る人が、まあ、中上級者レベルなんですよ。そうするといちいち手ごねやると疲れちゃうじゃないですか。だからニーダー欲しくなるんですよ。ということは、中上級者以上がまあコネキ使う人なんですよね。そうするとじゃあなんで候補で星野天然酵母がこんなに出てくるのって言ったら、星野天然酵母はあの種起こしとかもまあまあお時間かかりますし、 2,3 日ねかかってやるし、発酵も十何時間10時間とかかかるわけですよ。だから初心者はあまりやらないということで属性が合ってくるから、あの星野天然酵母の人って中上級以上の人が多いんですよ。初心者がやる場合もありますけどね。そうするとそういう人とニーダーは親和性がいいから、ニーダーと親和性がいい教室っていうのは中上級者以上っていうことになるので、私の番教室はそもそも中上級者以上、天然酵母を扱いたい人、初級者としてやっているドライ インスタントドライイーストからのさらにもうワンランク上のを作りたい人って、そこを狙っていく、これニッチって言えばニッチなんですけど、そういう感じでですね、あのキーワードからどういう人が属性でいるのかなっていうのが実は想像できたりとかします。だからキーワード検索するとね、結構いろいろそれこそニーズを探りたい場合には非常に面白い結果が見えてきて面白いです。あのキーワードね検索してみるといいです。でちなみにさっきあのパン教室横浜ってやって出てきたサジェッションキーワードって言って候補になるキーワードなんですけど、親子とか安いとか初心者とか、まあ、他にも地域とかも出てくるんですけどね、子連れとか、どういうことなのかっていうと、人口すごく多い領域がこのキーワードで探してるということです。つまり親子教室ないか、子連れ OK ないか、安いとこないか、でここが層としてはすごく厚いわけですよ。でも安いって探してるってことは単価が取れない人たちなんです。あと初心者でも人数はいる。だから薄利多売の教室を作りたい場合、それがリアルなのかオンラインでね通信講座で売ってるのかっていう、まあ、戦略は違うんですけれども、薄利多売の教室やりたい場合にはそのキーワードで取りに行った方がいいですよ。あのいっぱい来る可能性ある。その代わり疲弊しますけどね。
私はニッチな領域で本当にそれを求めてちゃんとお金を払いたい人が払うっていう領域を見つける方がいいなっていうのが個人的に思ってる人なので、はい、どこを選ぶのかはまあご本人次第なんですけど、でまずニッチすぎなくって需要があるっていうのはそういうせめぎ合いで見ていく、20万件から30万件探されているというかサイトで候補がね件数が出てくるっていうところが一つのポイントになるっていうのが分かりやすい指標なのかなというふうに思います。なのでキーワードいっぱい知っておくと、ホームページの中にも埋め込みもできるし、ブログ書いたりとか、あとはタイトルですね、イベントのタイトルとか作る時にもすごく便利なんで、このキーワードを意識するっていうことはまず必要かなと思います。もちろんコンセプトを作っていく上ででもですよ、はい、これがまず1番目です。で2つ目が同業他社を調べて、トレンドですね、今流行っている講座ってどういう講座なのか、これトレンドによって変わってきます。例えば今これを話している時点では工事とか腸活、あとは米粉パンお菓子、まあこのあたりはすごい流行ってる、あとグルテンフリーですねっていう領域なんですよ。まあだけど、まあ、未来予測値的にはビーガンとかもまあまあ流行ってくるかなと思いますけど、まあグルテンフリーはねまだまだ領域は流行りそうな感じだなっていう予感はしてます。なので現状人気になっている教室、要は満席が続いている講座、どういう講座なのかということでまずトレンドを見ます。で、基本みんなが求めている講座の方がいいんですよ。だからといって同じものを当てに行くと沈んでしまうし埋もれてしまうから、そういう意味ではじゃあどの領域で自分が勝負していくのかっていう勝負する領域を決める必要があります。で勝負する領域をじゃあどうやってずらすのか、その人気の教室をどうずらすのかって言ったら、人気の教室をガチンコに当たりに行くんじゃなくて、じゃあその教室のどこが人気のポイントになっているのか、自分ができることとできないこと、まあできないことはしょうがないんですけど、できることで組み合わせるともっと付加価値が高くて自分の教室の方が選ばれるんじゃないのかみたいな内容に仕上げていくために、同業他社の内容は調べるんですけれども、共通項ですね、自分の得意も含めて、だから自分の棚卸しは絶対必須になります。私が実際にコンサルティングとかをしていくときに、私取り柄がなくてとかっていう方いらっしゃるんですけど、まあ、逆説的に言うとですよ、お金を払ってお客様がその教室に行こうっていう時に、私取り柄がなくてって言ってる先生のところに行くかっていう話なんですよ。だから取り柄が ないなりきに何かないかなって探す努力が必要ですよね。でそれをお客様にとって魅力的に見えるように伝えるっていうのは当然必要になってくる内容なので、取り柄がなくてって言ってる時点でもう自分ができる最大限の努力を放棄したのに等しい状態なので、それはよろしくないですよね。だから取り柄がないなら作ればいいっていうのが私の考え方なんで、学びが足りないんだったらプラスアルファ学んでもいいと思ってます。ただしここでまた残念なのが、そのプラスアルファで学ぶことを一生懸命になりすぎて、お仕事をちゃんとやろうっていうところにベクトルがいかないと、それはそれで残念なんで、同業他社を調べるっていう時にはトレンドと、あと自分に合ってそこにないもの、ないしはそこに合って自分にはないもの、これを把握した上でどの領域で自分勝負したらいいのか、特に誰っていうのを特定した時に、その教室と全く同じある必要はなくって、人間変えた瞬間に価値が変わりますから、はい、50代の中年系の女性にするのか、20代のキャピキャピの若者にするのかによって全然違ったりとかしますので、はい、このあたりを調べていくっていうのが2つ目です。で3つ目はニーズとウォンツの違いを知るっていうことで、まあ、今回出てきているニーズっていう言葉の回答がいよいよここになるんですけれども、そもそもですね、ニーズって難しいって言ったじゃないですか。ウォンツの方が分かりやすいんですよ。だからニーズとウォンツの違いをね、じゃあちょっとお伝えしていくんですけれども、まずニーズっていうのはマーケティング用語上においては、その欲求が満たされていない状態というのが、まあ、ニーズになるんですけれども、例えばそうですね、じゃあ気分転換したいのに、したいから
旅行に行きたいっていうのがあった場合に、ニーズって気分転換したいなんですよ。ここは結構難しいんですけどね。気分転換したいので旅行に行きたい、気分転換したいがニーズです。で、ウォンツの方が旅行っていうことになります。だから旅行っていうウォンツの方が分かりやすいんですよ、基本的には。で、皆さんが主に訴えかけるところはウォンツの方で訴えかける方が、まあ、分かりやすい、分かりやすいんです。だけど本当のニーズのところを知って、設計をしたりとか組み立てていくと、より深い刺さる人にそれが通じるから、制約率がすごく高くって、自動的に向こうが探してきてくれたりとかするケースとかもあったりします。なのでそのニーズの中にも顕在ニーズと潜在ニーズがあって、潜在ニーズになるとめちゃめちゃ難しいです。例えば自分自身で気づいてるっていうものはね、楽なんですよ。気分転換したいっていうのがもう分かってるから。でもこれ例えばウォンツの方が、旅行っていうのはその人にとって必要だけれども、気分転換したいんだったら本読むっていう人だっているかもしれないし、旅行に行かなくたってスポーツジムに行くでもいいし、まあ、なんならパフェ食べるとかでもいいかもしれないんですよ。だから人間設定によってウォンツの部分ですね、何をしたらどうなるかっていう具体的な内容、抽象的な欲求じゃなくて具体的な欲求の方を調べるのはとても簡単なんですよね。だからウォンツに沿ってサービスを提供すると、そのニーズを深掘りした状態で提供しないとマッチングが合わないんですよ。例えば旅行に行きたいだったとするじゃないですか。で、あなたが行きたい旅行と私が行きたい旅行、違う可能性が高いです。なぜならば違う可能性が高いって言ってるのは、私もともと旅行会社で結構旅館たくさん知ってます。その上でコストパフォーマンスがいい、コスパがいい旅館も結構よく知っている。そして旅行に行くということは、私の仕事のついでに行く旅行と違って、そのためにそこに行くっていう特別な時間になるので、時間をすごく大事にする人だから、要はいい旅館とかいい料理、素敵なお部屋とかに泊まりたいわけですよ、特別な日だから。そうすると当然なんですけど、高級旅館である専用露天風呂が部屋についている大浴場とかも1個だけじゃなくて6個とか7個とかがあって、どれでも好きなように入れる。で、食事もまあ贅沢言えばですね、部屋食がいい、まあ、どっか食べに行ってもいいんですけど、そのレストランの中にね。で、老舗旅館っていうものでもいいし、あと新しくできた、モダンな旅館でもいいみたいな感じとか、まあ、結構細かいんですよ、私の欲求の場合ね。で、それを満たすっていうことは当然高くなっちゃいますよね。一泊あたりだいたい3万5000円から7万円ぐらいでしょうかっていう領域を探すことになります。私がね、旅行を探す、だって私の価値観がそうだから。だけれども、例えばファミリーで行って7万円の旅館とか泊まっても、例えば子供がワイワイ言ってるんだったら、やっぱ子供が喜ぶ、じゃあプールがあったりとか、別にリーズナブルでもいいから、家族でそこにいることの方がいい、ファミリールームでいい、そこはそんなにこう格式があってとか言うと気づかれしちゃうからとか、もう全然人間像によって変わってきちゃうんですよね。だからウォンツを細かく深掘っていくとニーズが分かってくるんですよね。だからそのファミリータイプでコスパが良くって、いっぱい遊びの施設があって、敷地の中にもね遊戯物が多くてとかっていうところを探したいのか、 しっとりと夫婦2人だけで行くようなゆっくりする美味しいご飯を食べる、お酒も美味しいのを飲んでとかっていう過ごし方とかで違うから、どの人に何を提供するかっていうのがやっぱ人間と、その伝えるコンセプトですね、これがどうしてもセットになってきちゃう。で、コンセプトの部分が主にニーズのところを深掘りしていると、そのコンセプトに直結しやすいので、このあたりがですね、
深掘っていくのが、まあ、想像である程度やっていくんですけれども、まあ、ニッチであるキーワードとか、あと同業他社を調べる、さらにニーズとウォンツの違いを知って、ウォンツの方からニーズを探るとかなり固い売れるコンセプトは作りやすいです。はい、作りやすいです。だからさっきみたいにその過ごし方ですね、この領域は想像できる範疇がいいですね、とりあえず。で、出してみて売れなかったらやめればいいんですけれども、一般的な部分は、ある特定の一人の人をやっぱりペルソナさんっていうんですけど、想定する方が、まあ、想像はしやすいですね。私新しい講座作る時に確定的にこの人呼びたいっていう人絶対に一人はいるんです。で、その人が何を言うだろうか、これ喜ぶかなっていうのを常に想定して講座を作るので、私の中で一番高い講座って300万円ぐらいの講座があるんですけど、その講座っていうのもこれ絶対にこの人なら欲しいよねっていう、それを想定して内容を全部作ってます。はい、なのでその想定をして、その人が買うであろう内容っていうのを探っていく、要は成約率が高いものを作るっていうのは、ウォンツからニーズをちゃんと探った状態でそこに合わせてコンセプトを作っていくっていうのがいいかなというふうに思っております。はい、ここね、なかなか難しいんですよ。なかなか難しい。なんか多分なんですけど、この領域がきっとコンサルタントが必要になってくる領域なんだろうなっていうふうに思います。経験値があるからです。初めて開業する人とか、自分の考えでやるケースが正しいか正しくないかを知る方法ってある意味簡単で、やってみるしかないんですよ。だから私すっごいたくさんやったんですよ。だから知っている。で、その知っている内容でさらに、クライアントさんにアドバイスをして、その人に実践してもらう、もちろん売れる確率が高いものを実践してもらった結果うまくいってる事例をたくさん知っているから、確率が高いです、うまくいく確率が。まあ、だからその知恵にお金を払っていただくっていうことになるんでしょうけれども、まあ、早く仕上げたいのか、自分で頑張りながらゆっくり当たっては砕け当たっては砕けをやるのかっていうのは、選択は時間を使うのかお金を使うのかっていう選択に多分なってくるとは思うんですが、そんな感じでね、考えていただければと思います。ということで、まとめに入りたいと思います。教室のコンセプトの作り方、ニッチ&ニーズがあるもの、3つの探し方ですね。1、ニッチであるものの探し方、ニッチすぎないところの領域を探す、検索で20万件から30万件ぐらい出てくるキーワードはニッチすぎないところで程よい、程よい市場にはなってます。で、2つ目、同業他社の動向を調べる、人気の講座を調べてみる、ここからトレンドを見たり、その同業他社に、あって自分にないもの、逆に、同業他社になくて自分にあるもの、この強みとか弱みを知るということが1つ。で、3つ目、ニーズとウォンツの違いを知るということですね。ウォンツからニーズを探るっていう形になると思いますが、このニーズが分かった段階でコンセプトを作ると強いなというふうに考えております。はい、以上になりますので、ご参考にしてみてください。それでは。